さあワンアウトランナーなし、バッターボックスには7番の藤田が入ります。今日の藤田はレフトフライとピッチャーゴロです。サードライナー、サードの松田が尻餅をつきながら取りました。初球を狙っていきました藤田でしたが、サードライナーに倒れています。ツーアウトランナーはありません。いい当たりだったんですが、サード松田が抑えています。